はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。そしてお久しぶりでございます。ゆうぴかゲーム実況声出し動画1ヶ月ぶりという形になるんですけども、復活の記念すべき第1本目の動画はですね、ドラゴンクエストビルダーズ2の裏作業の成果を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、まあということでですね、ゆうぴかゲーム実況を再開していこうと思うので、まずはね、この裏作業の成果ご覧ください。はい、ではね、まずは外装の方から見ていただきたいと思います。ちょっとカメラのアングルが見にくいかもしれないんですけども、ご了承ください。はい、だいたい伝わっているかな、こんな感じなんですけども、まあ、僕ね、屋根とかって普段あんまりしっかりやらないんですけども、まあ、今回はね、ちょっととある方に手伝ってもらって、結構ガチめなこういう屋根をね作ったりとかして、やってきました。こんな風になっています。何をねイメージしたかっていうとですね、まあ、アサシンクリードユニティ、まあ略して ACU なんですけども、まあ、その ACU の舞台がフランス革命期で、パリが舞台なんですけども、まあ、そこにある建物っていうのをイメージした感じになってますね。はい、こんな風に青白赤のこんなものもねつけてるんですけども、まあ、これはもう見ての通りなんですが、フランスの国旗となっています。自由平等博愛トリコロールですね、そういったものをこう描いている旗なんですけど、でまあ、こちらの方がね、まあ、こういったまがまがしいものも、なんかわけのわかんないねものも作っちゃったりとかして、血痕とかがこうやって残っているよみたいな感じになっているんですけども、このね外に出ることが実はできますにね、作戦会議室みたいな感じで作りました。これでこれね、ちょっと説明が分かりづらいと思うんですけど、やってみました。作戦会議室でございます。はい、で僕この1階でね一番好きなこう場所っていうのが、このね裏庭なんですよね。はい、ここねプチ裏庭みたいな感じで作ってるんですけど、ちょっと暗いでしょ、なんかね、地面もこの灰色だし、わかるかな、なんとなくこの暗いで、以前作ったね精神病院とかもここにあるんですよ。なので余計暗い感じになっていますね。まあそんな雰囲気がすごい好きです。苔むしちゃってますしね、こういう石とかもね。はい、ということで、まあ2階に行きましょう。はい、ドーンという感じなんですけども、まあ僕ね本当にね窓飾りとかも使わなかったり結構適当なんですけど、今回はもう本当に外装もこだわって作ってきたよっていう感じなんですよね。で、まずこちらの方なんですけども、まあ、ここもね歴史的観点で見ることができます。まあ、フランス革命時代っていうのは演説とか演劇とかが非常に盛んだったんですけども、まあ簡単に言えばですね、演説で、まあ、我々が立ち上がらなければならないみたいな感じで、まあ、民衆が立ち上がってもう暴動で、まあ、革命が起きるわけですよ。まあ、そういった鼓舞する舞台みたいなのが、まあ、あったんですよね。まあ、そこです。これなんかカフェに劇場が、ちっちゃいね劇場があって、でそこで人が演説する、鼓舞するみたいな感じなんですよね。ちっちゃい場所なんですけども、まあ割とここも本当にいい感じかななんていうふうに自分的には思っております。でね、ここがもう本当にこの建築のメインどころなんですけども、まあこれ僕が作ったっていうか、まあとある方が作ったって言った方がいいんですけども、ここはですね、そのイメージとかモチーフとかそういった話じゃなくて完全な再現なんですよ。再現建築となっています。アサシンクリードユニティ、まあ、ACU の、主人公アルノ・ドリアンというキャラクターがいるんですけど、アルノ・ドリアンの部屋になります。まあ、ここがアルノの書斎になっていますね。で大きなねこうあるんですよ、本当にこういう感じでねボックスが。でここに座って亡き、まあ、作品のストーリー中に、まあ、死んでしまうんですけど、亡き恋人のねエリスの
手紙をこう寂しく主人公読むんですよね、クリア後とかはね。うん、でまあ床もこんな風になってましたし、うん、で服かけるとことかあってね、まあ、ここにも椅子があって本とかもいっぱいあるんですけど、まあ、バスルームがねこうやってあります。うん、ここ本当にすごい再現になってるので、まあぜひねアサシンクリードユニティ、まあ僕の動画で見ていただくでもいいし、まあ手に取っていただくでもいいんですけど、まあなんか見ていただければすごい嬉しいなと思います。まあなんかネットとかでもアルノの部屋とか、アサシンクリードユニティアルノの部屋とかってやったら出てくるような気がしますけどね。はい。でここは寝床で、まあ天蓋があって、こうやってね服着替える場所があってみたいな感じとなっています。これも本当にねいいんですよね。でこれはヘリンボーンだっけかっていうブロックも今回初めて使ってみたんですよ実は。はい、いかがだったでしょう。ここ本当にメインディッシュなんでね、楽しんでいただけたかなと思います。はい。で、こちら3階に行こうと思うんですけど、この3階の下ですね、ここは、まあ、室長室みたいなとこをイメージしました。まあ、ここにね、金庫とかを置いてあって、まあ、メガネをかけたね、名前はよくわからないんですけどもね、こう室長みたいな人がこう座ってるんですよね。なので、まあ、その部屋をこうイメージして作ったよっていう感じになっています。まあ、相変わらずねこのタペストリーとかこういったカーテンを使ってるんですけども、壁が白でね、でカーテンが赤青ということで、本当にもうトリコロール尽くしとなっています。で、この上を登るとですね、まあ、ここら辺は非常に内装を悩んだんですよね。まあ、こういった感じで、まあ、座るところがあってなんですけども、まあ、ここがね訓練所ですね。まあ、実際ゲームでもあるんですけど、訓練していくかみたいな人がねここに座っていて武器を研いでるんですよね。うん、で訓練しますっていうと、まあ、チュートリアルができるよみたいな感じになっています。まあ、訓練所になっていてってことで、キッチンも作りました。ここですね。うん、こんな風になっています。はい。で、まあ、バルコニーなんかもねこうやってあってっていう形になってるんですけども、はい、この上行くことができます。はい、こんな風になっていて、まあ実際ゲーム、まあ、アサシンクリードでも鎧がね置いてあったりとか、まあ、鎧っていうか衣装かなが置いてある場所があるんですけども、そこをこうイメージしてこうやって作ってみたよっていう形になっています。まあねこの中とかもね最初はね何もなくていいかって思ったんですけど、一応なんかやっぱあった方がいいかなってことで、付け加えて作っておきました。これはねいわゆる僕がよくやってる余った素材というか、うん、作ったけど使わなくなった素材をただポンポンポンって置いてあるだけなんですよね。はい。こっちも同じですね。素材余ってたんでポンポンポンって言って置いたよっていう感じになっています。うん、はい。でまあこうやってねこっちの方にこう出てくることもできるんで、まあ、これ本当に素晴らしいなと自分で言うのもあれですけど思います。うん、はい、どうでしょう。実況これからも頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。じゃあ今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。